ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双を始めていきましょう。はい、まずはじめにですね、つい先日5月2日ですね、刀剣乱舞無双動画配信ガイドラインに更新がございまして、期間経過に伴いプレイ映像箇所についての制限は特にございませんという形になりました。はい、このね、横線で全部、なかったことになっておりますが、そう、今までは、本編5話以降、5章以降のゲーム内画像、かっこシナリオ解説も含むっていうのと、絆会話っていうのが、ご遠慮くださいっていう、制限がかかっていたんですけども、今回それがなくなりました。はい。画像の投稿って書いてあったんで、動画はひょっとして良かったのかもしれないんですけども、一応、自重はしてたんですが、はい。全て OK ですよという形をいただきましたので、ちょっとたまにはね、絆会話今まで封印しておりましたが、ちょっと見せていこうかなと思います。はい。で、ちょっと全部私も見れてるわけではないんですけども、今まで見れた中で、これは面白いなっていうのがありましたので、いくつか紹介していこうかなと思います。まずはですね、モノマネシリーズですね。はい。とある刀剣男子がとある刀剣男子のモノマネをするっていうのがありまして、その中でですね、食大切りさん、が、誰だったかな、マンバさんだね、ヤマンバ切り国広さんと会話する、絆で、モノマネが見られますと。この率直な意見ってやつですね。一応前振りがあって、一度マンバさんに試食をお願いしたいっていう話があって、それをとある理由で断られてますと。で、それをもう一回、お願いしに行ったっていう話ですね。あんた、いつまで俺に付きまとうつもりだ。きなこ餅言っただろ、きなこ餅の試食はしないと。これが前回断られたやつです。しつこくてごめんね。でもやっぱりヤマンバギリ君じゃなきゃダメなんだ。そう、なぜかというと、どうせ粉汚れを確かめるのに、布をまとった俺が都合がいいから。そうと言い出して、ヤマンバギリ国広さんはちょっと前回断るって断ってたんですよ。だけどそれは違うよ、それは違うよ。僕が君に頼みたいのは、何より君の率直さと真面目さを信頼しているからさ。確かにマンバさんだったら素直にまずければまずいって言うだろうし、遠慮せず、率直な意見言いそうだよね。君なら念を押さずとも、僕への忌憚なく、なおかつちゃんと身になる意見を言ってくれると思ってるんだ。確かに。ああ。ここですね。ってのが、ここですね。意外と重要だね。カラちゃんなんかは、まずい。ダメだ。で終わりそうだ。雰囲気が出てる。うまいですね。お互い低い声同士、雰囲気あるんでしょうけども、似てるね。分かったからさっさと餅を持ってこい。ダメだ。ヤマンバギリ君、嬉しそうです。勘違いするな、今回は根負けしただけだ。俺なんかの意見に期待するなよ。いや、本当に助かるよ。助かるよ。ありがとう、ヤマンバギリ君。めっちゃ喜んでます。そうと決まれば、君のためにたくさんこしらえないとね。たくさんこしらえ、試食なんだけどな。張り切りすぎだ。たくさん作っちゃうと。はい。で、もう一個が、その今話題に出てきたカラちゃんなんですね。カラちゃんと、ヤゲンさんの謎の握り飯、こちらです。見ていきましょう。基本的にみんな低い系の声だからあれなんですけどね、もともと似てるのかもしれないけど、一人で食事してる雰囲気が出てるんですよね。しかも食材切りに作らせた特製の握り飯を、餌付けしている。俺に構うな、お前が馴れ合いを嫌うのは百も承知だ。それでも聞きたいことがあると。ただどうしても気になることがあって。どうしても気になる。
あの特製握り飯の具を教えちゃくれないか。教えてくれないんだな。は？カラちゃんには特別なのかな。食材切りに聞いても、うん、門外不出一子相伝だよ。一点張りでな。隠されると余計に気になるだろう。いいそう。食材切りとしちゃ、しかもすごい笑顔で言ってそう。味も抜群な自信作らしい。うん、なあ頼むよ。頼むよ。教えられないならせめて一口。知る。教えてくれない。俺に聞くの。教えてくれないんだよな。まあそう来るとは思ってたけどな。どうするんだろうね。自分で確かめるとするか。これも続きが気になりますが、まだ見れてないんで、はい、楽しみにしております。でそうですね、あと1個、まあ、モノマネシリーズじゃないんですけども、ちょっと面白かった、これは最高っていうのがあって、へしきりさんとカセンさんですね。熱い勧誘、これおすすめです。見ていきましょう。普段あまり見られない、うん、会話が聞けますね。カセン、突然の誘いとなってしまいすまないが、うん、明日の早朝より共に湖で水浴びをしないか。びっくりしましたねこれ、村正さんみたいなこと言ってると思って水浴びしないかっていうお誘いすごいこと言ってんな。しかもヘッシーが言うかそれっていうね。うん、皆にも声をかけたんだが軒並み断られて。まあ断らない、一人断らないのいるけどね。心身の健康を思えば、うん、皆にはどうしてもだな。多分村正さんなら喜んでついていくと思うけど。当然却下だ。はい、残念。何カセン、お前もか。だがよく聞け、早朝の水浴びには心身ともにとてもいい作用が。あ、だがもヘチマもあるものか。そのような機械な集まり、この僕が参加するわけないだろう。そもそもなぜまだ肌寒い朝に冷水をかぶるんだい。こもっとこです。良い作用があったとしても全く風流ではないね。カセンさんがそういうことしてるのは全く想像でいいもんな。うん、作用面からの勧誘はならずか。ならば。ならば。カセン、お前は知らないかもしれないが、早朝のもやがかった湖の明媚さは本丸随一だぞ。いやいやいや、それ引っかかるかって思うんだけど引っかかるんだよな水浴びに参加すればその景色も見られるだろうが、お前は参加しないんだったな。いや別に水浴びしなくても残念だが、水浴びしなくても見られるだろうしかし参加してしまう。一度だけ、うん、一度だけなら参加してやってもいい。俺最初見た時は大爆笑でしたね。うん、おお、そうか。心よい返事、感謝する。どうなってしまうんだ。明朝、よろしく頼むぞ。よろしく頼むぞ。どうなってしまうのか。はい。というわけで数少ない見れた絆の中でも、うん、おすすめの、うん、3選でした。またね、なんか面白いのあったら見せていきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ本編いきましょう。時間差工具にこちらの動きを蹴取られました、うん、蹴取られましたそういうこともすんの、あいつら。そんな知能あるんだ。新たな義士、徳川家康暗殺事件の発生を確認。徳川家康暗殺、敵は家康の死を大きく前倒しするつもりです。前倒しぐらいだったら大丈夫じゃない歴史の範疇ですとかならない。時は関ヶ原の戦いの3ヶ月前。あー、会津征伐の道中にて夜襲を受ける想定ですな。ほう。時間差行軍と一緒に行動しているのは島左近みたいだ。島左近、あの方の右腕、石田家の筆頭家老だよ。家老、ほう、初めて聞く名前だな。家康暗殺事件なんて歴史上には存在しませんよね。うん、この計画潰さないとまずいんじゃ。歴史上に存在しない改変いくつか今まであったけど、大丈夫ですって言ってきたけどな、いくつか。ああ、大丈夫なのかな。絶対に阻止しなければ、うん、心して当たろうか。伊達政宗なんか海外行っちゃったしな。ん、義士が検出されました。うん、
千葉左近の野襲実現し家康落命。今回これ1個か。徳川家康は会津征伐の道中、近江石部宿に宿泊しているみたいだね。石部宿、本来は水口城主夏香正家の誘いを断り、夜のうちに近江を離れているはずなのですが、今はなぜか徳川家康、なぜか近江の石部宿にいて、そこを島左近たちに襲われるというわけですか。ほう。このまま黙っていると鬼神島左近が時間疎行軍の群れを率いて襲いに来てしまう。おじいちゃんなのかな。大丈夫かな。豆まきの季節じゃないですけど、鬼は外、何としても帰ってもらわないと。ですよね。豆まき、新たな流れが検知されました。はい、鬼の襲撃。はい、会津征伐の途中、途上、徳川家康は石部宿に逗留している。そこへ時間疎行軍が襲撃を仕掛けてきた。率いるは島左近、鬼と恐れられる石田三成の腹心である。敵軍を撃退し徳川家康を救出せよ。まあいいんだけど、島さんもなんだ、呪われてんのか。じゃあまあ順番的に隊長行きましょう。はい、ああ任せてくれ。で、戦後さん絆進んでないね。行きましょうか。じゃあ1ですね。よろしく、お相手よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、島左近と護衛大隊長の撃破、大太刀かな。で、徳川家康の死亡をさせちゃいけないと。なんかすごいシンプルな戦場、なんか真ん中にみんな集まってるけど、これ真ん中で終わるの大丈夫かな。その左右に無駄に道が広がってるの、また変なギミックがあるんじゃなかろうか。もう怖いんだよね最近そういうギミック関係が。いきましょう。はい、戦場はここか。みやびさのかけらも見当たらない。かけらも見当たらない鬼の襲撃はもう始まっていたから。おっと、徳川家康の救援を急ごう。徳川さんどこにいる、どこにいる。あ、いたいた敵の真ん中にいるまず時空の歪みを塞がないと。ちょっと護衛の人たちとかいないの。あなた トップでしょ。なんで護衛がいないの。なんでなんで。はいはいはい。あ、いいね。河川さんは花が散るから鶴さんは羽が散るんだけどね、河川さんは花が散る。おかしいな。お、島左近がどこにいない。確かに、どこかに身を隠しているんだろう。敵の戦力を削っていけばきっと。はいはいはい。はっ、いいよ、必殺たまった。もう撃っちゃおうか。時空の歪みが塞がらない。なんかもう一個ボスが出たら撃ちたい。敵は倒したはずなのに。歪みを生み出した敵は他にいるんだ。他にいる。別な場所を当たってみましょう。別な場所いいの。イエス、ここにほっといていいのいいの。あー、危ない危ない危ない。使おう使おう。河川さんのね、この必殺の途中で歯を食いしばるシーンがあるんでね、一瞬。貴様への仕置きだ。あそこが好きです。首を差し出せ。ここ。一瞬だけ歯を食いしばるシーンがあるんだよね。そこが好きです。高まってきました。高まってきました。打っていいかな。こんなとこで打っていいかな。こんなとこで打ったらもったいない気がするんだよねって、いつも使えずに終わるんだけど。次のやつらが出てきたとこで使おう。どこ行けばいいんだ。なんかここ敵を多すぎてなかなか次に行けないけど。なんか他のとこ行きましょうって言ってたよね。でも家康ほっといてここ行けないよな、他のとこ。家康ほっといちゃダメだよね、さすがに。まずいよ、ね。あ、でも湧き続けるからダメか。ほっとくしかないのか、ここ。ちょっと家康さん、耐えて。しばらく耐えていてください。なんかあるってことで、あ、いるよ、なんかいるよ。こいつ？あいつ動かないな、でも。この先は何もない。なんかいるな。でもこいつ襲ってこないな、何？あ、来た来た。こいつなのかな？反対行ってみよう。この助が何も反応しない。家康さん大丈夫かな、これ。ほっといてるけど大丈夫かな。あいつタフだな。もうあといけるとこって言ったらこっちしかないけど、
あ、いるね、いるいる。司令中隊長。ん？どうすればいいんだ。こいつらも倒せ。こいつ、ついてこい。ついてこない。ついてこないぞ。ついてこないあいつらを倒さなきゃダメってこと？どうしたもんかな。なんもないな。あいつら倒すか、じゃあしょうがない。なんか家屋さんほっといても大丈夫そうだし。行きますか、じゃあ。行きましょう、行きましょう。首を差し出せ。はい。えい。カットしてもあのシーンは出るから。せめて雅に散れ。いいですね。おお。半分減らせられるんだ、必殺一発で。時短的に、ああ出た、後ろまで判定があるやつ。あれずるいよな。こいつずっとそればっかやってんだけど。よし。ああ。脱がされましたね、もう一人。ああ。あればっかやってんのずるいんだけど、あいつ。えい、はいはいはい、時短だぎり、もう一回時短だぎりで、こいつを倒した。時空の歪みを塞いだけど、これで全部じゃないみたいだ。やっぱ反対側にいたやつも倒さないとダメか。塞がないと。オーケー、急ぎましょう。急ぎましょう。夏夏夏夏夏救援のため参上いたしました。おなんか来た。家康殿の窮地お救い申し上げ、頼むよ。なぜか一人だから、彼夏夏の援軍だと連鎖するように歴史にないことばかり。死ぬ。まあまあ、河川さん、味方が増えるのはありがたいじゃないですか。本当に味方かどうか分かんないですか、イエス殿。大丈夫？この先援護はお任せくだされ。大丈夫か。かたじけない、よろしくお頼み申す。お、じゃあ発動しよう。夏夏正家が徳川家康を守ってくれています。ここは彼に任せましょう。いやでもなんか家康一人でも大丈夫そうだったけどな。俺たちで時間素行軍を片付けましょう。オッケー、会話終わり。じゃあ発動。いいかい、待ってたぜ。任せてください、任せてください。ほらー、無敵時短だぎり、つえあ、防ぐんじゃないよ、こら、こけろこけろ、防ぐんじゃないよ。よいしょ。はいはいはい、よいしょ。よし、これで真ん中で必殺技放とう。あれ、いっぱいいるとこで、いっぱいいるとこで。合戦場に島左近の反応を確認。間に合うか。徳川家康に向かい、よし、あいつ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 の間で、よし、届いたかな。漏れちゃったけど届いたかな、島左近に。怪しいぞあの距離。どっせー、お、飛んでる飛んでる。上々だ。敵すげー飛んでた今。当たってる当たってる、あ、当たってた、よかった、半分減ってる。それじゃ鬼退治に向かおうか。あー、カマキリもいんのか。お引き取り願おう。ギレンダの決戦の時は今じゃない。お、必殺技溜まってる、溜まってる。何者か知らぬ、邪魔立てするなら容赦を。会話終わってオッケー。よし、脱がされててもその花をめでるシーンはカットしない。万死に値するぞ、万死に値する。めちゃくちゃ桜吹雪。罪は重い。そこ、あ、いいね、その歯を食いしばるシーン。雅を返さぬ罰だ、罰だ。あ、あれか、脱げてるとあの桜吹雪一部燃えてたよね今。ちょっと違うんだね、やっぱその辺も。ここで打たせていただく。残念、あなたの相手は私だ。ミスナリはここで決着をつけるつもりか。あ、終わった。背中が開いてるよ、背中が開いてるよ。鬼は外、鬼は外。これで目先の危機は退けた。あ、終わって、終わり。一仕事を終えた後の汗も風流なものだ、ね。じゃあ水浴び行こうか、この二人で。この二人で。力がなければね。力こそパワー。あ、絆は話をする時間はなかなか有意義だ。この二人の会話、水浴びの会話聞けんのかな。しかしどう転ぶだろう、うん、呼び込んだ援軍服であればいいんだが。なんかすごい含みがあるね。やっぱ怪しんでるよね。こいつ怪しいよな。
災難でございましたな、家康殿。ああ。松花殿、こたびの援軍、実に堅い。援軍っていうか一人だけどな。援軍って言っても一人だよな。で、あなたもなんで一人だったのよ。未だ辺りに残党がいるかも分かりません。うん。今宵の晩は我が兵にお任せを。なんか喋り方が怖いな、この人。明朝を皆口へ立ちましょう。うん。この日のため良い茶を取り寄せてございます。良い茶、毒とか入ってないか。うん、大丈夫。では地層になろう。なる。明日はよろしくお頼み申す。絶対毒入ってんでしょ。島左近は退けたか。うん。まんまと家康は夏か正家のもとにとどまったか。あいつ怪しいぞ。大問題ですな。これで終わるとは思えません。よし、面影変身だ。またあのさっきの夏か正なんとかに変身だ。頼むぞ。嫌な予感がしますね。何その動き。ん、ヒューガ君、もう擬態できるやつがいるんだからもう使いこなさなきゃ。ほらこれは、これは、これは、ほら罠にかかりって書いてあんじゃん。家康落命って、もう完全に毒盛られるでしょこれ。良いお茶って。殿、殿、子孫自宅左近。まあ構わぬ、党に手は打ってある。ほう。秀吉様を裏切った家康を討つ、うん、それが私の正義。この義を果たすまでは決して屈しはしない。早いとこ、ホタルと合体してくんないかな。早いとこホタルと合体してくんないかな。そしたらそこをまたレベル上げの戦場にするから。うん、ホタルは慣れた。はい、というわけで戦後村正と河川兼定の絆会話が発生しています。見に行きますか。あー、ようやく見に行けますね。これでやったぜ。あなたと稽古をするたびに思いますが、ほう、いつ鍛えているのか。なるほどな。確かにな。うん、いつもみんなが見てるとこで歌とか読んでるんだろうな。うん、本丸で休憩しているときは大抵書を読んでいるか歌を読んでいるようです。すごいな、人知れずなところで努力してんだな。そういう風に見えているとは嬉しいな。実際僕は特段鍛えているつもりはないしね。うん、ではなぜあれほど力が強いのでしょう。秘訣があるならぜひ知りたいです。教えてほしいですね。うん、そう言われると難しいのだけれど、うん、休憩以外では他の者の手伝いをすることが多いかな。え、すごいな。なんかこの本丸ご飯はもう河川さんと食大切さんしか作ってないっていう話もどっかで聞いたけど、それ以外に手伝いもしてんの河川さんって。忙しすぎないこの人。頻繁に動いているし、重いものを運ぶこともあるから、それで鍛えてんの？自然と鍛えられているのかもしれない。すごいな。なるほど、効率よく鍛えているんですね。効率よく。私も見習ってみます。はあ。見習うならば歌の方にしないか。雅さに欠ける気がするのだな。雅さに欠ける。そんなことはありませんよ、うん、あなたの教えですから。試してみます。試してみます。面白いな村松さんは。はい、いやよかったよかった。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。またなんかモノマネシリーズ出ないかな。